言葉しなくなるまで振っていただければいいと思います。トデワラフィンなんですけれども、皆様のアルミヒンは奥にあります。かけるときは非常に簡単です。今お話しした通りによく振っていただいて、これかなり勢いよくピンの奥の方まで届くような噴射できますので、かけます。できればですね、ウエスか何かで押さえていただくと良いと思います。かけてみますね。1カメ2カメでこのようにですね、テスト泡立ちます。このように泡が立ちます。この後できれば水洗いして水でかけておいてます。で、その後スイッチ入れるだけで、このピンの表面、そしてこのドレーンの配管の中までセルフリンスで流していってくれます。空調も再稼働時は中にカビの匂いがしますので、そういったことがないように稼働する前にお手入れしていただければと思います。